はい、ヤッホー、皆さんおはようございます。ヨーチャです。というわけでですね、綺麗な朝日をご覧ください。綺麗な朝日をご覧いただいている間に、私ちょっと、用を足していこうと思います。何の動画かというと、今日はね、脱帽と風船を、なるべくオートメーションで同時にやりたいっていう動画です。ちょっとこちらでお待ちください。綺麗な朝日が見えたところで、作業を行っていきたいと思います。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。来ましたね、これね。はい、というわけで、ちょっとね、あとね、あと5分ぐらい早く回してれば、もう少しこう出始めが取れたんですけどね。それでもこの会社から見る朝日は格別です。今日も何しようかなってワクワクしながらね、スタートしてますね。はい、というわけで脱帽と、風船を同時に組んでみたというラインですね。まあコンタミが起きないように3号機と4号機だけで、種を扱いました。掃除を終わらせてからね。で、何度かそこでぐるぐるして脱帽もかけた。脱帽じゃ、モミクリーナーもかけました。でもって、全部こっちに流して、この間タンク溢れかけました。で、溢れましたっていうか、むしろ。で、それをですね、今から、ここ開けて、ここ開けて、ここ開けて、これを動かして、最後風船飛ばすと。っていう感じになってます。はい、じゃあセッティングがね、どれぐらいだったかな。シャッターは丸開け、なるべく開けましょうか。シャッターどこだった？どこ？これがシャッターですね。シャッターはもう全開けのちょい手前ぐらいでしょ。風速は強め。これが角度。あんま止まらないから、こうか。これは前夜け。これがまあ真ん中ぐらい。あとはこの仕切り板ですね。一回やってみましょう、これで。あとグレーダーの電源ですね。脱帽機。タップが足りません。タップが足りませんですね。どっか余ってないかな。これか。よいしょ。社長、タップが足りません。こちらの方で、ここが晴天できてるから、これを
こっちに回してあげて、で、まあ回転方向見ます。大丈夫です。で、あとはこいつをつなぐと。なんとか耐えますね、これ。つないで、これで全部ライン完成しました。さあ、どこが一体ね、ボトルネックなんでしょうかね。やってみないと分かりません。シャッターを開けます。肩、ハンマーいるわ、ハンマー。ハンマー代わり。出ましたね。ここがいいもんです。いいですね、すごくいいもんが出ましたね。ほったり具合もいい感じじゃないかな。ボトルネックここですね。これが遅い。潰れ画面に挑戦しましょうか。ボトルも結構ね、クズが多いんで、しっかり点滅したいと思います。ちょっとゆっくりめにしました。面白いかな、面白い。あんま意味がない。ちょっと多すぎる、ちょっと多すぎる。ここは溜まりすぎちゃ、ここはいいけど、ここは溜まりすぎちゃダメだからね。であとは捨てるのもいい感じですね。いらんもの捨ててますね、ちょうどいい感じ。
閉めて、ここで調整すればここは上手になりますので、これ行きましょうか。一回話してみましょう。行きますよ、処理。ここも絞った方がいいけど、ここがちゃんと、難しいね、やっぱり。まあ、ボタンの中に押すしかないですね。ちょこ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 、割と一気に流さないとね、これ落ちないんでね、下にね。行きます。ほら、押した押した。クズがどっちなんですか。ここは溜まりますね。ここは自動でストップするので、少し溜まったら、まあ、止めるぐらいかな。なるべくここは広く開けた方がいいです。だいぶ溜まったら止めると。あとはこいつが動き出したらまたちょうど入る。ここさえ溢れなければ OK。 ここは詰まっていってしまうと全然家がなくなっちゃうんで、まだ早いか。乃木は十分取れてますからね。乃木は捨てすぎかな。
そこが全部流れ終わったらセンサーがそこで感知してこれがまた動くという感じですね。でここがなくなったらまたボタンを押すと手間がかかりますけどね、まあ、こんな感じでやっていきましょう。ちょっと背筋だよね。でもね、あれね、変えるか。のげはありません。バッチリです。めっちゃいいタイム取れてますね。ちょっとこの写真を種買ってくる人に送ってみましょう。というわけで一旦さよなら。吉本でした。